天神神洋流とは、磯又江門流石彩原星野手が開いた柔術の流派。紀藤流と共に行動漢柔道の基盤となった流派として知られる。流祖の正しい名乗りは、磯又江門流石彩原星野手で、伊勢国松坂の人。洋神流とその分流である、正行新東流を治めた。磯又江門は、一柳織部から洋神流を、 本間上絵門から、正行新刀流を学んだ。その後、修行して、諸国を回り、京都で修行中に、正行新刀流を立てれば、一柳に義り立たず、養神流を立てれば、本間へ義り立たずと思い、北の天満宮へ内弟子を傾い殿のタスク、西村外気の助を召し連れ天満宮の神前なる、絵馬堂にて、新たに、手回、試合裏、投げ、車を編み出し、 正行神道流と陽心流を合流し、天神市に陽流を創始した。流派名の由来は、正行神道流の、まと陽心流の、陽を合わせしに陽流とし、北の天満宮で編み出したことから、天神を冠している。初期の伝書では、正行神道流という名称で出しているものもある。公衆草津にて、門人西村外木之助と二人で百余人の相手と戦った際、 実践における当て身の有効性を痛感し、真の塔を工夫したと伝わる。磯間大門聖屋氏が、江戸の神田を玉家地に道場を構えると、道地にあった、北新一刀流玄武館の斜め向かいに道場がある。ことから、両流門邸たちの交流は盛んであったという。明治に入り、行動官柔道の創始者、加納次五郎が、八木帝之助の紹介で、 同流師範の福田八之助の道場に入門した。その後、福田の死去により、加納は三代目、磯又衛門正友の道場で学び直した。また、西郷志郎、横山作次郎などの行動官早々期の面々も三代目、正友の皇帝である、井上道場の出身であった。大正に入って、足利町の石井聖吉流記載、源正義は、 可能から行動間六段を送られ、道場の看板を柔道に変える。このように行動間柔道の母体であることもあって、行動間と交流のある流儀であった。その名の通り病法や腰の周り、等の総合流派ではなく、ほぼ都市による技のみの流派である。伝承内容は、他の陽心流系の柔術と共通するものが多く、首を締める技や関節を逆に極める技。 主に上司の筋骨格系の可動域の特性を利用した固め技、急所に対する当て身、圧迫技法が特徴として挙げられる。手ほどきは12本が整理されており、ここには両手取りや諸手取り、小手返し、当て身の溶血、武器取りの溶血などが含まれている。その後の形は、陽神流の分派である、正行浸透流から教授理論を採用し、初段、中段、 冗談と段階的に動詞の技を深めていくようにまとめてあり、初段巨歩の最初の形である、正行の形を果実に例えて、以後の形を果実から出た芽や枝葉や花とし、ここから再び果実である最初の形を生むとして、儀芸の習熟の道のりを教えている。また、洋神流より伝わる、正行というものが尊ばれているが、 これは絵本における格構えの正しい姿を指している。極意苦伝の形として、押し返し、英下、友枝文並引き、石化文があり、柔道の語の形の原型であるとの説が言われており、実際、東流の押し返しでは、樹が先に鳥を押すのに対して、柔道の一本目では、最初から鳥が樹を押し始める点に相違がある以外は、すべて同じ内容である。 形の他に、投げ技や固め技などの乱歩技も行われた。甲冑や鎖肩びらを着用して行うわけではないが、これらは組打ちに相当するものとされ、行動間柔道の乱取りで現在行われる技と共通するものが多く見られる。天狗勝ちは相手の背後に回り、腰を腰に当て、裸絞りの後絞りに取り、片膝を相手の腰に当て後ろに引き落とす。 天神神洋流を学んだ柔道家、横山作次郎の謎の得意技天狗投げの正体ではないかとの説もある。乱歩とは柔術の鍛錬法の一つ。乱歩を行う場合、袴を脱いで桃引き姿になる。天神神洋流の乱歩儀は行動間柔道の乱取り技に多大な影響を与えた。囚われては水に浮く木の実をもてしなみに、 マカセツ風にマカセツ天神氏に要流充実家元、神田尾玉家地磯又絵門。天神氏に要流稽古出席長より、家元議定書により、家元制の内容を明確に規定した珍しい、流儀である。五世、磯又絵門正幸は1943年頃、太平洋戦争の空襲により、長らく住み慣れた神田尾玉家地の自宅から、 疎開先の神奈川県横浜近郊に転居。終戦を迎えることなく彼の地で没した。ゆえに、磯家の家元としての名脈はここに耐え、現在では師範だった、いくつかの系統がこの術理を伝えている。天神史に洋流の意味。偶国語辞書。2019年12月4日閲覧。加納雪光、河村定蔵中村良蔵醍醐敏郎。 竹内善徳、柔道大辞典、佐藤信之、アテネ書房、日本、320ページ。ISBN 48億7152万2059。天狗投げや投げ号、竜雲祭は、村林正美著、郷土松坂と柔道の歴史その伝書の写真より、岩木博武著、相川町市相川町、1927年、新進市塾二宮柔道場。 横田義松より学んだとある。日生60年史日本柔道征服司会、萩原七郎の経歴、小川康史道伝、群馬の漢文秘職浜口藤夫著。ありがとうございます。